www.videonews.com こんにちは、はいえー、今日は3月4日の、えー、土曜日ですね2023年3月4日の土曜日であの今日はたまたま土曜日の、まあ、本編も土曜日の収録だったものですから、まあ、宮内さんとちょっと時間にも余裕があるので「N コメ」これやりましょうということで、えー、今日は久しぶりの「N コメを」を、えー、お送りしますで。というのがですねあのちょっとアメリカで非常に僕が関心を持っている重要な 裁判が開かれていますでこれはまあアメリカでの裁判ですが日本,日本どころか世界中が、えー、もしかしたら人類が大きな影響を受けるかもしれないと言っても大げさじゃない大きな裁判なんですね。なのでちょっとこの裁判で、えー、と2月の21日にですね、えー、これについて、まあ、最高裁で、えー、弁論がまあ口頭弁論ですね。 口頭弁論が開かれました。まだ判決にはもちろん全く至っていません。判決がいつ出るかもまだ決まっていません。ただ、これが非常に重要な論点を含めて、あの。はらんでいたので、ちょっとぜひこれをですね、ご紹介すると,とともに。ちょっと宮根さんと議論したかったんです。で。これはですね、あの事件としては、えー。ゴンザレス対グーグル。という裁判です。ゴンザレス対グーグル。えー、ゴンザレスさん。 のという方がですね、まあ、グーグルを訴えた裁判なんですが何かというとあの2015年の11月にパリであの、まあ、過激化っというのかな ISIS がですね大規模なテロを行ったんですね、でこれは結構、爆破とか銃撃とか人質とかいろいろあってですね130人以上が、ねあのえー、亡くなるという、まあ、悲惨なテロ事件が2015年の11月にありました。 十一月の十三日ですねにありました。でこの事件であのアメリカ人の、えー、ノヘミ・ゴンザレスさんという方が亡くなったんです。アメリカ人がそこに合わせたアメリカ人が亡くなった。で今回の裁判はその亡くなったゴンザレスさんの遺族が Google を訴えた、えー、裁判なんですが、なぜ、えー、Google を訴えたかというと結局。えー Google のる IS IS の参加にるビデオが、えー、掲載されていた掲載されていただくだけではなくてまあ後からちょっと細かい議論はしますけれども非常にこうサムネイルまで作ってリコメンドするような、えーまあ、大きく掲載されていたでそういうものを見て影響を受けたいわゆるホームグロウンテロリストアイシスの人間がパリに行ったんじゃなくてその地元の人たちでそれを見た人たちが このようなテロ行為に走ったのでグ、えーグル、まあ、YouTube ですねグーグルにも、えー、うちの息子の、まああれまあ、遺族からするとノエミさんの死の責任を一定の責任を負っているんだというふうに主張してグ、えーグルを訴えたとそういう事件なんです。でこれが なんでとととても重要かというとです、ね、実はインターネットというものがどういうプリンシパルにどういう定理の上で今ここまで発展したかということをもう一回ちょっと再確認しなきゃいけない問題なんですね。でここで、えー、訴えているベースが実はこれです。えー、コミュニケーション・ディーセンシー・アクトっていうのは、まあ、通信品位法っていう言い方をしてますが1996年にできたコミュニケーション・ディーセンシー・アクトというもので。 えー、不快な情報の善意の行為による遮断および審査に関する保護という章、まあ、がありましてその中で,です、ねえー、出版社、表現者これ、結構もう一言一言重要なんですけどの扱いとして総合的コンピューターサービスの提供者や利用者は情報コンテンツ提供者が提供する情報の発行者や表現者として扱われない。つまりこれは まあ実は96年ですからまだインターネットは96年ですかインターネットというのは想定してないんですね。この時はあのコンピューサーブ日本ではニフティーサーブがパソコン通信それからプロデジーというそういうまああのインターネットが来る前のパソコン通信の掲示板のようなものを想定してたんですがその掲示板を実際に運営している人は。 掲示板にに書き込まれた内容について発行者や表現者ではないつまり、えー、自分でその発行したり表現したものではない場所を提供しているだけだから責任を負わないという法律があってでこれがインターネットの時代になってからもうずっとものを言っていたので、えー、例えば、えー、その掲示板のようなものそれから YouTube ののよように、まあ、あれも一掲示板ですよね誰が知らない人が動画を勝手に上げてよくて私,私は動画のプラットフォームを提供しているだけですっていうふうに言えるようになっていてそこが名誉毀損をしたとかねその動画,動画がですよそれから、まあ、そのようにテロをテロをですねその卑こす調な原因になったとか、まあ、何があってもグーグル側が YouTube 側はその責任を負わないっていうのはこの条文に基づいて、えー いたんです。そのもともとその二百三十条はですね。ただ、それがですね。まあ、ちょっと。えー、っと。この、えー。ゴンザレスさん側の。えー、っと。弁護士さんがですね。こういう主張をそのしました。シュナッパー弁護士という方なんですが。そのグーグルは。単にコンテンツを掲載しているのでもではなくて。積極的な。 推奨しているつまりこれレコメンドされるようになっ,たとなっていたと、まあ、この「レコメンド」ということの意味ですが、まあ、サムネイルがついて、えー、上に、まあ、アクセスの多いものだけ上にこう並ぶわけですよねでレコメンドされるようになっていたのはただ単の掲載ではなくてプッシュしてるじゃないかとかこれはだから表現者に当たるんだと Google 自体もただ馬鹿しではなくて表現者に当たるんだっていうふうに言った。 でそれに対して、まあ、これ面白いんですけど保守派のクラレンス・トーマスあの黒人のア,メリカアフリカ系アメリカ人の判事ですね保守派のトーマス判事がいやいやユーザーの関心に基づいてレコメンドしてるだけなので、えー、特にアイシスがどうこうっていうことではないので中立的であると価値中立であるというふうな、まあ、その主張を、えー、トーマス判事はしてるんですけれどもの結局アルゴリズムで リコメンドするとかアルゴリズムである特定のコンテンツそれはあのテロコンテンツを上に送ったらダメでしょうけど例えばアクセスの多いものが上に行くみたいなのアルゴリズムとかを使った瞬間にもう、えー、掲示板の運営者は表現者であるという主張なんですね。でもしここれが通ると当たり前でですけどこの条で 基本的には場所化してる分には全然あの責任問われないよということでインターネットというのは自由な空間実は検索もそれになる対象になる可能性があるそれから SNS なんかもちろんなる可能性があるフェイスブックツイッター場所化してるわけですよねでそこで書かれたものについてツイッター責任ないはずだけどっていう話になってくるね。それでね、えー、さらにその議論を進めるとこういうふうになりましたこのアルゴリズムというものが230条で免責されるのかどうか。えー これブラッド弁護士というのはこれは Google 側の弁護士です。Google 側の弁護士はユーザーに有益なコンテンツを提供するために不可欠であるアルゴリズムというものがないとユーザーに有益なコンテンツは提供できない現在のインターネットを維持するためには面積しないとダメだと逆に言うとこれを面積しなかったらインターネット今のインターネットというものが維持できませんよっていうふうに言っている、まあ、Google 側の主張ですね。それに対してゴンザレスさんの代理人であるシュナッパー弁護士 有害なコンテンテツをを促進すすするるので対象とする範囲を限定すべきだからその面積がどんなものでも面積ではなくて有害ハームフルなコンテンツについては面積されてはいけないんだと面積されない,れないようにすべきだと230条がアンブレラユニバーサルに何でも OK なんじゃなくてハームフルなものはダメよとそれはあ,のある意味で言論の自由っていうのは基本的に何言っても自由だけど エクセプトハーモフルな要するに誹謗中傷したりとか、えー、すれば、えー、名誉毀損の対象になりますと表現は自由ですけど、えー、何言ってもいいということになってないというと同じようなまああのドロンのことを言ったんです。でこれに対して今度リベラル派の刑罰判事ですね女性の刑罰判事が九十六年に制定された二百三十条でどこまでが免責されるかあの線引きをすることは 私は今は難しいんじゃないかと思うという,うにケーガンが言ったとっいうのが今のところほかにもちょっとあのかなりディープな議論があったんですがでケーガンさんはです,ねすごくいい人でそもそも我々はインターネットの専門家じゃないんだからもっと専門家の話を聞かなきゃダメだめだというふうにもあのちゃんと言ってたというねでこれは一つに面白いのはもう最高裁っていうのは6対3で保守派と共和党に指名された保守派と民主党に指名されたリベラル派に完全に二分されてるね。 その法廷になってたのにこの点に関してはもう右も左もなく、えー、皆さん真面目に議論してるっていう非常になんかちょっとまあ申し訳ないリフレッシングなあのなんだ最高裁こういう話ちゃんとできるんじゃんみたいな意味もあったんだけどただいいですかこれが何で大事かというとこの今までアメリカの法律だけど結局グーグルもフェイスブックもツイッターも全部アメリカのサービスだから我々はその上で今のところやってるわけですよ。ね そのそそのそのルールにものっとって結局我々は自動的にその利用せざるを得なくなっているわけですよ。でだから我々も外国の法律でもあるにかかわらず230条の、まあ、言えば恩恵にそれによくしてたわけね。で今は掲示板の、まあ、掲示板というかそのサイトの運営者は事実上場を場を貸してるだけだと全く責任を負ってないっていうふうにずっと解釈してたきっかイミューンって言い方をされてます。ね 免疫があるって言い方ですけどイミューンとで皆さんが今ここで懸念してるのはもしそれがそのサイトの,あの掲示板やそのサービスの提供者も中身に対して法的な責任を問われるようなことになれば彼らは検閲をしなきゃいけなくなると。で変な話一人でもこれに頭にきたっつって訴えられた時に。 訴えの利益があるって話になる可能性があるんだったら、誰も嫌がらないような、どうでもいいような。あの可愛い動物がなんか遊んでいるようなものしか出なくなるじゃないかっていう。まあ、両極の議論があるわけ。でも、今は実はインターネットは基本的には全く制約がないんですね。あの書いた人は責任問われますよ。書いた人は。だけど、その運営者は責任を全く問われない。二百三十条にという。 殿下の宝刀じゃないや何て言うんだろうそのあってあの守られてるでそれがさすがに問題が多い昨今のフェイスブックのいろいろな問題とか、ねまあ、でこれがたまたま今回テロというの場面でそれが問題提起されたそうすると、まあ、このどっちかで今こっちなんですよとでこっちは多分、まあ、無理だよね多分ねでもどっかに寄らないとまずいんじゃないかと言うんだけどじゃあそこで線引き できるのかっていうのが、まあ、今のところの議論なんですけどまず,そこまず1点目その論点の1としてこれなんですがアルゴリズムっていうものが中立的なのかどうかという問いで、まあ、もう一個の問いとして実はこのグーグルが反対法違反にするのかこれで後でまたご紹介しますがこのアルゴリズム問題まずアルゴリズムは中立的ではないですね。なないいですね,、うん、ねなぜかというとう えーまあ、意図があって設計しているわけですよね。でその意図はあの中立ななな意図などといいうものはありえないわけです例えばそれは、えー、よりあのビュー数の高いものからお金を稼ぐということであったりとかあるいは、えー、販売サイト、まあ、リテイリングの、ね、リコメンデーションであれば、ね、よりあの、えー、リテイルする人あるいは場を提供する人両方にお金が儲かるように。 え有益なものが上に来るようになるわけですよね。ただそれは彼らに言わせると、ユーザーに有益なコンテンツを提供するためにやってるんだい、はい。しかしユーザーに有益なコンテンツを提供しさえすればいいのだということも明確な価値観なので、そのようなことによって免疫されることはあり得ないということです。うん まあ、ロジカルにはそういうふうにはう言えますここで言うと、まあ、作為不作為は両方作為っていうねそのコミッションオミッションって言いますけど、うん、コミッションあえてやることオミッションあえてやらないことあえてやらないということもあえてやることと同じ意図的な選択ですよっていうのが、まあ、法律の常識なんですね。そ、ね、そうううでですす、うん、ういうことなんですでさて、うん この問題が、ね、難しいのは実はあまりにも古典的だからですよね、うん、例えばあの、まあ、昨年の11月29日の僕に対する襲撃の後もう皆さんご存知のようにですねあのこれ捜査一課の方が懸念しておられたんだけどその懸念通りになったんですよつまり殺傷事件がすごい連発してるわけもうやたら切りつけるじゃないですかやたら切りつけるんですよねでだからこれはあだったらあの宮台教授に対する襲撃事件は 報道しない方が良かったっていう話になるのかどうかで実はこれは昔からあの犯罪社会学でで話題になってきてきることですよねあのもちろん中立的な報道っていう言い方がいいかどうかわからないけどこんなことが起こりましたあんなことが起こりましたっていうことを人々に知ら,れること知らせることはねあの報道の自由っていう意味でもあの知る権利っていう意味でも非常に重要なことですけれども。 一部の人間はそれで犯罪の手法を学ぶわけですよね例えば最近だったら広域詐欺のニュースがあります広域詐欺いろんな手法が今もうあの皆さんに注意してほしいからということで、えー、公開されていますよね。でそうすると当たり前だけど、えー、その手法を学んでも模倣するやつどころかその手法じゃダメだということで新しい手法を開発するということが出てくる。そう 今日ですね、朝の8時ごろにです、ね、僕の家電に電話があって、えー、要するにコンピューター音声でコロナ対策のために必要な情報を収集する、えー、べくあのご家族のことについて伺いますみたいなやつで同居する家族はいますかうんぬんかんです。<ー> もちろんです、ね、この攻撃詐欺の場合はかけ子って言われる人間たちの声がね録音されるっていうことが証拠上ものすごい重要な要素になるのですごい嫌がるんですよね。で彼らはだからということで例えばストップ詐欺被害私たちは騙されないでも,、ね、もう過去はもう数年間とにかく、えー、通話録音ができる電話を用意して。電話を用意して その何か知らない人からの電話があったら必ず通話録音しろって言ってましたよね。さてあのそういうこれはもう報道であると同時に詐欺被害を防ぐためのある種のリコメンデーションをしているんですけれどそれによってより高度な手法が開発されているわけですよね。でそうしたものを含めてですねあの実は中立な犯罪報道とか中立な国民のため報道っていうのは なくて必ずそれによって模倣する人間やより高度な犯罪手法を開発する人たちが出てくるっていうことでこれは今後もあの避けられないんですよねそのことをまず前提に置くとしてしかし他方でですね名誉毀損とかあるいはですね誹謗中傷のようなものはね、まあ、ほとんどの国で、まあ、名誉毀損は全ての国で ね、刑事犯になるし民事訴訟の対象にもなる誹謗中傷も多くの国で同じようなことになりますでこれは今法律で規制されていて、まあ、一部はですねこういうプロバイダープラットフォーマーの側の方でもそれを前提にしたアルゴリズムを設計していますそれはツイッターとかでも同じで、まあ、ツイッターのレギュレーションっていう場合にはもう基本的には API というかその アルゴリズムを使って自動チェックして人が時々チェックするという形だと思いますで今回問題になっているのは名誉毀損誹謗中傷ではないでよりあの一般的なというかさっき申し上げたような意味でインターネット以前から問題になっているあの犯罪報道や戦争報道の話なんですこれはね。でなのでジボさんおっしゃったようにインターネット全体に関わる。 だけじゃなくだけじゃなくて、これ報道の全体に関わってきちゃう、言論全体に関わ,、ね、関わってきちゃう問題なので。あの、え <laughs> っとですね。ちゃんとした歴史を振りか、振り返らずにですね。簡単に、いや、だからみんなで合議して線を引いたらいいでしょうっていうふうに。決めるわけにも行きにくいと思います。で、みんなで合議して線を引いたらいいでしょうっていう場合は。 そのじゃあどのユニットでそれをするのそれは国ですか、あるいは EU ですか、あるいはそのプロバイダーのユーザーですか、あるいはそのミュニシパリティというか地域ですかみたいなこともやっぱ議論しなきゃいけなくなってしまうしう、ね、あともう一つはずあのいわゆる年齢的なゾーニングをしなきゃいけないんじゃないのとかっていうことにもなりがちですよね。ねででででもももそれれ難しいいすよねな、ねうん、なのでなんかこれはとんでもない つまりこれを真に受けてですね、えー、ちゃんと線引きをしようとかということになると本当にとんでもないパンの箱が開いちゃうことになる可能性があります。なので、まあ、直感的に言うとあので,できるだけ今までのプラットフォームを維持するっていうことを前提にして何かそのエクストリームなものをあの、まあ、最小限弾くっていうふうな方向に するしかないかなないとただ何がエクストリームなのか何がエスのやりすぎなのかっていうのは、まあ、これもまた大変なことですねになならざるるを得いいですよね,ですよね基準を決めるのは、ね、難しい、はい、あの裁判の中でね一つの例えとして議論されてたのがあの「インターネットは本屋なのか新聞なのか」っていう議論なんですね。で本屋っていうのはただ本を置いてるだけだと。 だから、その本の中で自分が名誉毀損されたからといって、本屋を訴える人はま,あまずいないですよね。だけど、その本が。平積みになって、入口のところにドーンとプッシュされてたとしたら、どうか。それをやってるのは本屋ですよね。それやんなきゃ本屋じゃない。はい。だから、全部均等に置いてあるだけだったら。本屋には何の責任もないですよと、はい、だけど。 本屋はむしろまあ何を仕入れるかも本屋が決めてるしねだってすべての本を仕入れられるわけじゃないんだからそれから平積みにしてねそのプッシュするでその瞬間に本屋は表現者になってはいないかとねでそうすると本屋もその本に問題があったとして本屋にも責任を問えるのかどうかで本屋の場合は基本的には伝統的にそんなもので本屋を訴えることはできないことになってるんですよ。さっきの,あのあれはあ,のあくまで コミュニケーーシションンズディーセンシーアクトなんですね、うん、だから基本的にそのでさっき言ったようにそのコンピューサー部とプロテジーを前提としたあの、えー、裁判の時にそ受けてできた,できたその法律なので基本的にはそのネット上とかコンピューター通信上ということになってるただ一方で新聞なのか新聞は全ての記事を自分たち責任を持って精査し取材もしコンテンツも作り だから、えー、記事に関しては新聞は全責任を負ってますよね新聞っていうプラットフォームの中に載ってる記事でも全部その新聞は責任を負ってる。で、えー、インターネットが新しいメディアっていう時にその新聞,新聞といやテレビにとって変わるものになるとすれば、えー、インターネットが全くこの230がね金貨玉城のように掲げて一切何の責任もないっていう状態だとまあ,あの一連の フェイスブックケンブリッジアナリティカ的なその問題が起きることももう皆さん経験しちゃったわけでしょそうすると今まではまあ黄金インターネットの黄金時代だったわけですよ一切事業者グ、えーグルヤフーそれからなん YouTube ツイッターフェイスブック一切の法的責任を問われないねえー、ふうになってたわけですよね書き込んでるやつらが悪いんだと運営者は え全然関係ないアルゴリズム作ってるけど別にそれだけで別にあくまでその書き込みやすが悪いんだっていう立場で,でまあテックジャイアントにみんななったわけじゃないですかテックジャイアントにねだけどどうもその時代はさすがにまずいんじゃないかという機運が出てきてはいるただ三原先みたいに線引きできるんですか最高裁あの9人で <laughs> 9人の方々でそんな線引きできますかっていうのが。 今最高裁にとってはもう党派制を超えた大変なあのマンデートを抱えてしまってるっていうことなんです。で、まあ、ちょっとついでに追加してもう一つやっていくとこの、えー、と230条とですね並んで今回あの対テロ法というのも一応主張してます。でこれはやはりその人々を誘導するつまりレコメンドすることによってサムネイルとかを上に出してレコメンドすることによって 誘導しているんだから、まあ、要するにししてててるるわけですよねね <laughs> っていうのは、ね、そうするとこれはテロをインサイトしているテロを奨励しているということにならないか、ね、もちろん誰かが上に、まあ、あのアナログで引き上げたんじゃなくて自動的にそうなったんでしょうけどでも自動的にそうなるア,ナログあのアルゴリズムを作っているのはグ、えーグル側ですからねでただこれカバのこれもまた保守のコテコテの保守ですけど プロバイダーの多くがアルゴリズムを主張しているのでもし反テロ法違反になれば今後他の事例でも訴追がつまりもう訴えるのがノンストップになっちゃうとそんなリコメンドになっただけでその責任があるということになるとこれは別に ISIS の話だけじゃなくてどんなことでもそうだけどノンストップで訴,訴訟がもう止まらなくなると。 えー、いうことでも逆に言うと今のインターネットっていうのは訴訟が止まらないくなるようなものがいっぱい出てるという意味でもあるわけですよね。<laughs> そういう意味でもあるわけですよね。それでいいのかということもあるわけで,すでも今は訴えても勝てないわけですよ。それはこれがあるからこの解釈が今あるから今は訴えても勝てないわけですで。最高裁がこの解釈を変えるかどうかが今問われている。一定の条件の下では。 これはでもアルゴリズムという言葉を判決で使うかどうかが非常に興味深いですけど一定の条件のもとではプッシュしたら責任は入りうるというようなことを最高裁が言うからだったでこれは実は我々にも今後インターネットというものがどういうものになるかということを定義づける可能性があるので、まあ、残念ながらインターネットがアメリカで生まれたものだということやインターネットのしたるサービスがほとんどアメリカのものだということも含めてですね。 あのアルゴリズムの良し悪しについて、はい、の線を引くっていう場合にはね、うん、その恣異性あるいはその恣異性の過剰な多様性、はいえー、それゆえに明らかに正当性や公共性に必ず疑義が生じます。はい、で何か新しい事件があるために「いやこの線引きじゃダメだ」というふうにして線引きが揺らぐっていうですねある種の不安定性も必ず抱えます。 そうすると残念だけれども本屋の本屋としての公共性は大きく損なわれることになります。な,ますね、でなのでアルゴリズムに規制を加えるべきか、えー、そういうまあジェームさんの問いに対してはアルゴリズムの規制に対してはやっぱり極力慎重だった方がいいというふうに僕は思います。だからそれは あのイーロン・マスク氏がねあのツイッターの CEO になる時にレギュレーションを緩和するぞっていうふうに言ったことについても僕あのこの番組ではありませんけれど原則あの賛成です、はい、社会にあのどんな事象があるのかその中には社会にどんな発信をしようとする人間がいるのかあるいは、まあ、僕の言うところの感情が劣化,した人たちの人劣化した人たちの分布がどうなっているのかっていうことが観察できるのはいいことだ。 それは今からもう二十数年前になるけどね、えーまあ、西村博之氏があの、まあ、2チャンネルを広げた時にあれはもう世界に類例のないですね、えー、掲示板だったんですけど僕はもう基本、えー、西村博之氏の用語を一貫してしてきているんですね。でまあ、誹謗中傷名誉毀損については 法的な手順を取ればいいと。で、それ以外のその便所の落書きについては、便所があるからこそ便所の落書きも見れて、便所の落書,落書きを見れるから社会にどんな奴がいるのかがわかるっていう面があるっていうふうにまあ一貫して主張してきました。で、ただじゃあ何をしなくてもいいのかってことではないと思います。えー、だから正確に言うとね。えー アルゴリズムの規制ということではない、えー、別の選択肢があるんじゃないかということです。でこの番組では久しぶりに紹介しますけどあの1940年代にジョゼフ・クラッパーっていうですねマスコミ効果研究の実証的専門家が、えーまあ、あの大規模な調査を繰り返した結果あのそれまでの 強力効効果果説説ストロングです、ね、対して限定つまり簡単に言うとあの悪いメディアがコンテンツがあるとして例えば暴力的なコンテンツとか性的なコンテンツが直ちにそれを見た人に、えー、その暴力的な悪影響や性的な悪影響を与えることはない直ちには与えないただし、はい、そこが限定なんですけれども。 ここういういとがある対人ネットワークとこれ簡単に言うと見ている人がどういう人間関係を持っているのかということとあといわゆる引き金か火薬かっていう問題があるんだということを言ったんですね。でまあ単純に言うと、えー、統計的に観察できるのは、えー、人を暴力的にするとかね性的な変態にするということではなくて。 もともとそういう思考ですねオリエンテーションを持っていた人に行動の引き金を引くんだっていうこと、これは統計的に確かめられた。でこれがさっきのあの引き金が火薬化問題なんですよね。火薬がなければ引き金は引かれても弾は弾はない。玉は玉は出ないっていう考え方なんですね。でもちろんですねあのすぐにあの思われたと思うんだけど、いや引き金を引いちゃうことだって悪いじゃんっていうふうに思う。 さ当然ですでもあのそこはねクラップはこういうそう引き金を引くのが悪いことだなそこでもしコンテンツが引き金を引かなくてもどの道引かれるんだたまたまその人が引いたことになっちゃったなんていうことですよね、うん、で、あともう一つ対人ネットワーク説も統計的には実証されたんです要はコンテンツに接触した時に誰といたかで、一人で見ると協力 つまりダイレクトに影響を受けることに刺さります、ねで。ところが人と一緒に見ているとやっぱり相対化されるんです。それもね、見ている人があの無関係な人間だとやっぱり同じようになっちゃうんですけど、見ている人間がある程度仲間,、ね、仲間だとお前その受け取り方はねえだろうっていうふうにコメントされるんで。 緩和されますすよっていう説なんですね、うん、あとと夜見るとやばいんですよくその真夜中のラブレターと同じで変性意識状態に入っちゃうからないんですけど、はい、それは、ね、見てる時に一緒にいるいないっていう問題とあともう一つ見た後に話せる、まあ、ディスカッションできるそういう機会があるかどうかっていうことも重要だってことが分かりました。うん、ということでねジョセフ・クラッパーはメディアの悪影響を言うときに。 あのコンテンツのことだけじゃなくて要はその受け取る側がどういう体制にあるのか受け取る側がどういう人,人間関係を持っているのかということに注目をしないとその無用なあるいはですねもしかするとかなり公共性に反するような内容規制コンテンツ規制に踏み込まざるを得なくなると。でこのあのラッパー 非常に重要な実証研究をベースにして1960年代半ばのいわゆるリンドン・ジョンソン大統領のなんとかかんとかの,その小委員会委員会というのがあってそメディア規制を論じたんですけれどもそこでもですねあの、えー、基本、えー、需要環境について注視するべきで。 無用にやっぱりコンテンツを特にこの場合には性的なコンテンツが問題になっていたんですけど規制するべきではないっていう話になったんですね。でもう皆さんジボさんもお分かりだと思うけど僕の意見はやっぱりインターネットがね非常に孤独に真夜中の部屋の中でっていうね利用されてしまうっていう環境にやっぱりやっぱ問題があるまあ言い換えると事実上のですね脳内のあの まあ、残響室ですね脳内エコーチェンバー現象って呼んでますが、ね、あのこれが起こってしまうということにやっぱ問題があるもうみんな今もうこの距離だからねこの距離感だからねもう完全にエコーチェンバーの中にスピーカーをもうくっつけてるような状態だよねそれがガン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 ですねこだましている、まあ、こだま室って意味です、ね、エコーチェンバーってねこれはねやっぱりまずいのでそれをなんとかするってことで 考える似たような考え方って今からね二十数年前あのよく名前が出すので有名ですけどキャス・サンスティーンっていう人がねあのインターネットの表現にはあの法的にその必ずカウンターオピニオンに関するリンクをつけるように義務付けるべきだみたいなね提案をしたのも あのいわゆる脳内エコーチェンバー現象を抑止するための方向性っていう意味で方向性は同じですで、ね、さてそれをねアルゴリズム上やるっていうのは非常に難しいと思うけれどまずその前にやっぱり教育の場面でね例えばインターネットリテラシー教育 SNS リテラシー教育っていう時にあのやっぱり皆さん 昔から僕言ってるようにやっぱ犯罪にも引き込まれる可能性のようなものをすごく気にされるんだけどそうじゃなくてあのいわゆる脳内エコーチェンバー現象のときものによってある種その妄想的と言えるぐらいで、ね、異様な価値観や世界観を持つあるいはそれによって一定の行動を起こそうという意図を持つということをよくした方がいいと思うんですよね。でこれって 今の言い方でもお分かりになると思うんだけどアルゴリズムででやるっっっててちょとと難しくないすすかってことですよねあのだからまずね少なくともまともな教育がちゃんとなされていない以上ですねコンテンツにどう向き合うのかとか。 どんなコンテンツであれインターネットであれテレビであれラジオであれ新聞であれ本であれ一人だけで,です、ね、あのコンテンツに向き合い誰ともお話しディスカッションあるいは誰かにコメントをもらうっていうふうな機会がないってことはやっぱりあの相対的によくないことなんだと、うん、いうことをだからさ、まあ、最高裁はね、うん、一応訴えが上がってきている以上。 判決を出さななきゃいけないわけけわそのゴンザレス対グーグルにね。でね、まあ、今のお話特にジョセフ・フラッパー的な立場から言えばそのビデオは見たかもしれないけどそれが原因でテロを起こしたっていうのはあまりに短絡的な考え方ですよね,すねすまあ限定効果説に立てばそんなそんなだけでやるわけがないとね、はいえー、たまたまそうだったと。で別のビデオを見せたら 別別ののととこころで別のことをやっ説ですよねだからそうするとまあそういう人たちのそういう主張する学者とかももし来ればですよあの現実的には今回は今までの解釈を踏襲するっていう判決になるこれはもう予想の範囲ですけど可能性が高いのかなとそれからしかも保守派は。 あのネット事業者に対してはすごく敵対的なんだけどつまりあれはリベラルだとみんな思ってるからだけど、えー、やっぱりこの自由は維持するべきだというふうに6人の保守派も、ねまあ、これでいうとこの右側の方々、ね、あ<れ>ちょっと面白いですね思う可能性も高いので、まあ、これ別に予想僕が予想しても意味ないんだけど一応これ、えっと、この、まあ、保守リベラル。 でこれは単純で言うとこっちが共和党によって指名されてこっちが民主党によって指名された、えー、リベラルですねリベラル全員女性なわけですけどでもこれはその比率から言ってもあのむしろ、えー、あのこれまでの230条の解釈つまりこの230条は結局アルゴリズムの中身を問わないっていうようなものに 要するにアルゴリズムはその対象にならないというです、ねえー、ものになる可能性が高いのかなとまあ今、宮根さんの話も聞いてて思ったりしました、それでねただ、確かにネットの,あの影響特に今あのチャット GPT みたいなのが出てきて結構、本当にやばいわけですよ。やばいです、ね、チャット GPT は中学生や高校生ぐらいだったらもうほとんどの宿題があれでできるでしょ。 とでね、うん、さてじゃあ宮台さん宮台真二とは誰ですかって皆さんちょっとチャット GPT に聞いてくださいさんとんでもない宮田さん信じられない答えが出てきました宮台さん京都大学卒だったよそうですでもね社会学者ってなってるのなってるのでもね書いてある書いた著作のその著作の書,書籍の名前であ、うん、っているものが一つもな,くてなかったやっぱそれは僕も一緒ですそれも僕も一緒僕もどっかの学者になってました神保哲雄 なのでね、あのもし今回の,です、ね、そのゴンザレスグーグル訴訟でよじゃあ規制しましょうということになると GPT も規制されることになりますあとね皆さんもっと深刻に考えてほしいんだけれど例えば商品の,、ね、あのいわゆる e コマース的なサイトとかあるいはですね例えばその動画のプラットフォーム ででああれれなんであれ基本ユーザビリティつまり使いやすさあるいは使うことの便益で皆さん選んでるわけでしょつまりイコールアルゴリズムで選んでるってことなんですよアルゴリズムをダメよ一般にとか言ったら基本インターネットのどういうプラットフォームを提供するかっていうそのプロバイディングの競争って意味がなくなっちゃいますよ。 なんてかそれを考えるとやっぱり僕アルゴリズムの規制って皆さんが考えやすい方っていうか考えがちなほどは簡単じゃないと思いますね。一応ね参考になるかわからないけど言っておくとですね、うん、ビデオニュース・ドット・コムは自分たちをその報道メディアと位置づけて。うん えー、自分たちでものを制作して出していてその全てのコンテンツに自分たちが責任を持つ大前提で作ってるわけですよね。えー、だからまあその、えー、出してるものについては我々が責任を負うという意味で言うとあ,のあれですよ出演者の意見全てに我々が同意するわけではないのは言うまでもないと。ただ え例えば出演者の中にそのまあ既存性のあるような名誉毀損とか中傷にあたるようなものがあったとしたらばそれはえこれは法的にも問題になるなと思った場合はまあ出演者にも相談の上そこはあのカットさせてもらったりするっていうことはまあもちろんしています。ははで,でコメント欄もビデオニュース・ドットコムの管理下にある コメント欄なんですよ我々がそれを消すこともできるし出すこともできるでそうするとそこに書かれているものに対しては我々はこういう報道メディアという立場上責任を負っているということなんで一応実は承認承認ありで出すすよようにしてるんで,すよ、うん、でまあその批判的なものを全部削除してると思われるんだったら、まあ、見てくださいいっぱい批判出てますから。 例えば、そこに個人情報を貼り付けられちゃったりとかあと、明らかなフェイクニュースとか変なサイトに誘導するようなものが出てたりするのをそのまま放置するっていうのはあれ、人が書いてるけどわれわれのメディアからするとあれはわれわれが出しているものなんですね。なので、やはりそこはあのフィルターをかけてやってます、そこは全く適切だと思いますででそれはビデオニュースというサイトの属性上そうなっていると。ただ いだから我々はプラットフォーマーだっていうふうに考えたことはないわけですよねコメントについても別にコメントのプラットフォームをどうぞご注意ご皆さんご自由にお使いくださいっていうふうに言って,言っていることはないただプラットフォーマーというビジネスが一方であると、うん、でそれはどれだけたくさんの人が使ってくれるかによって、まあ、そのレベニューが決まってくるので。 えー、まずその人たちをどうするかって話になるんだよっていうことですよねこれねこれは一応出版社表現者の扱いみたいな話になってますけれどあの場,を場を提供するしてるだけだよっていう人たちがどの段階から表現者になったりするのかっていう議論なんだとこっちは思うんですよねそこはね。で前に宮田さんも覚えてるか20年くらい前にあの我々があの えーとオーバーチャーと訴訟をやったっていうのあれは結局我々がこういう番組を作ってるっていって番組のタイトルとかをあのバナー広告みたいなのオーバーチャーのとこにその通じて出す今でいうとこの Google の a d バ w ズ r s とか a d セ s e n s e の走りなんですけれどもねそしたら彼らが Yahoo の子会社ですよ Yahoo の100%子会社そこが我々あのデリケートなタイトルいっぱい入ってますよね「天皇制を考える」とかですね。 あとなんかまあ今で言えばテロ「テロ」っていう言葉が入ったりですね、うんうん、何でも入りますよね「あのえー、安倍晋三銃撃犯だ」って言葉も入るかもしれない、うん、そういうのが入っているタイトルの広告が全部弾かれたんですよ。うん、でそれは変な話あの、えー、正しいことを言って別に何かこうそ,そういうそれをんていうんですか煽るようなことを言っても何でもないむしろそういうものを批判的に言ってたりするだけでも。 政治的な発言で彼らが何かのリストでデリケートと見たものは全部弾くようになってたでこれはもう完全に言葉狩りだろうということでこれを許しちゃうと将来そういうものがインターネット上には出せなくなるっていうことの先駆けになる可能性があると思って、まあ、半分、公共心から和泉弁護士飯田弁護士についてもらって和泉、はいね、さん亡くなっちゃったけどそのあとねで訴えたんですけど、まあ、裁判所はあの残念ながら一個だにしてくれなかった。 うん、それはもう商取引の自由だみたいなどこと付き合うかはあの会社の自由だっていうそう,そういう論理で向こうは攻めてきたんですけどね、はい、まああの TMI 法律事務所が向こうだったのでなんか弁護士は20人くらいいて <laughs> こっちひずみ飯田の2人でしたから大変だったんですけどねでもまあそ,そういうことがあっただからつまりわずかでも例えばアルコリズムにこういうデリケートな言葉がフィルターをかけたら それを悪いようににハームフルに扱ってなくても削除されちゃうんです、ね、でどうも AI とか何とか言ってるけど、まあ、チャット GPT 見れば今の AI のレベルが分かりますけど <laughs> 結局多分ちょっとでもフィルターかけた瞬間にそれがハームフルまあこ定義は難しいですよでもハームフルな影響があるかもしれないような使い方されようがむしろハームをそのリデュースするような使い方をしてようが。 その言葉があるるっっててだけでで多分弾かれるってことなんですよねつまりもう「天皇制みたいな言葉があるコンテンツはネット上から一掃されるみたいな、うん。つまり話題自体をよくしちゃう効果ってことでアルゴリズムレベルで制限しようってなるとまあよっぽど AI が進んでですねハームフルな使い方をしているものだけはじくっていうことが将来できるようになるのかどうか分かりませんけれどあの現実的ではないのかなとは。 思いましたでも一方でまずボレーが今回再認識する必要があるのは今までインターネットがここまで発展したのは一切そういうものに対して制約をつまり責任を問わないっていう前提があったんでまあいいものも悪いものを含めてここまでとにかく百科両乱といいますかあのビッグビジネスまでいったんだと。でここに来て やっぱその弊害がいろんなところで大きく出てき始めたので特に2020年の選挙が大きかったと思いますけれどもアメリカの大統領選挙がね、えー、このままでいいのかという声が出てくる中の一つとしてこのゴンザレス、えー、裁判というのがちょっとまあ僕らにしてみればあの意外な意外なアングルからゴンザレス裁判が来たと思いますけれども、えー、それが提,提起されたというのがまあ今回の、えー、裁判なのかなと。そのテロが 起きた責任をに問うっていう、ね、僕はあるイベントでね ISIS の, IS の,の勧誘の動画をまあいくつか流してで、まあ、実際これ広告、まあ、日本でいう広告代理店をえ出てというかそこを辞めて ISIS IS に入った人が作っているものだということは分かっていてでそれが非常に高度な PR になっていて。 でまあ、これはあの英語圏の人に訴えているあのカナダの人が作ったものなんだけれどもあのあのだからこれたまたま英語圏英語のものだからいいけどこれもし日本語訳で作られていたらね結構インパクトがあるつまり日本人のっこ、まあ、つきだけどインテリ学生の多くがやっぱ勧誘されちゃうだろうなと思ってるんですよね。 でこれはねだから今僕ちょっとまたま書いている原稿と重なる内容なんだけれど自分はあの今の仕事に就くと自分のクリエイティビティとか発信力とかを生かせてどんなに素晴らしいだろうと思って頑張ってやってきて広告クリエイターとして成功したとしかし成功してみて思うのは まあ要するにつまらない問題思ったほどじゃなかった、まあまあ、物を売るための助けにしかなってない,ていう場所が多いんだよねなんなんで,よねでなんか悶々と悩んでいた時に ISIS IS に出会ったとで私はそこで初めて、えー、自分がある閉ざされの中に、えー、まあ置かれていたことを知ったみたいなね なんかかね素晴らしい内容なんですよかりますよよわりま自分のエキスパティーズが人類の救済のために役に立つんだって言われれば考えますもんそうなんでものを売るために使ってたノウハウが人類の救済に使えるんだって言われれば。で,でしょう。なのでさて皆さんねやっぱりインターネットを見るときにはあの普通学校で言われているいたらしい以上のものが必要だよ必要です、ね、っていうことがわかる。あのこの アイエスやしのビデオを作った人が言ってることの半分ぐらいは僕が普段言ってることなんで、あの見ててまさにあちゃーって思うんですよ。これがこれに使われちゃうのか。そういう使い方。まあ最後の最後のところでちょっとこうひねるんだろうね。そうなんですよね。でもねそういう手法がわかるのは僕はやっぱりその見れるからなんですよ。見れてあちゃーと思うからちょっとみんな気をつけてくれ。 って言えるんですよねでも宮根さんが見えるってことは他の人も見れるからね見えるってことなんですよリテラシーがない人たちも見れるからね <laughs> 難しいってことが分かりますよねだからねそうそれでね、うん、今の話でもさらに難しくなるのはね、うん、それを ISIS IS が自分たちのやってるウェブサイトで出してる分には、うん、まあしょうがないんですよそれは、うん、それで ISIS IS 訴えるっていうのも変な話なんですよ、うん、だけどその ISIS IS ビデオがアクセスが多くなると当然 IS, IS は、まあ、アルゴリズム とっていうかまあ要するにオプティマイゼーションのノウハウを持ってるから検索エンジンで上の方にくるわけですよね。ね。もちろんユーチューブにも上げてるかもしれないけど、仮にユーチューブに上げずに自分のところのサイトだけで出したとしても、間違いなく検索で上の方に来ちゃうわけでしょ。ね。でそこにフィルターも何もなければ、じゃあ検索エンジンによって多くの人が誘導されてそのビデオを見たってことが言えちゃうので。 YouTube と同じ主語 YouTube から今度はまあ検索の g o o g l e ーグルサーチに変えてもこのさっきの,あのゴンザレスさんの弁護士の主張がね成りり立っちゃう可能性があるわけですすよねかまただねちょっともう一回原則論でジョーズ・クラッパーがねあの何を考えていたのかって僕はねすごく、ね、大事なことを言ってたと思うあの引き金火薬問題なんですけれどあの、ね、これ別にね あのコンテンツを面積するためにいや他にも引き金を引かれる可能性あるでしょと言ってるのでは実はないということなんですあの。もうはっきり言ってそれは全くないと言っていいと思うんですね。そうじゃなくてさっき神ムさんが言われたことあるコンテンツを見たときに引き金を引かれるのかどうかっていうことはそれ以外の非常に重大つまり火薬が詰まっているかどうかっていう重,要重大な問題だから例えば IS IS を見て ISIS の動画を見て で引,き金引かれちゃうやつっていうのはその引,き金引かれちゃう以前にやっぱり問題を抱えていてその問題を抱えている以上それをもたらした社会関係家族関係地域関係友人関係その他の会社関係でもいいけれどもいろんなやっぱ関係性の問題がある。 ででクラッパーが言ってたのは要はこういうことです社会が抱えてる本当の問題を解決せずして引き金ばっかりいじくることでやってるがんになっちゃうのはいかんよって言ってるんですよね。引き金引いてるやつを罰しても、うん、その爆弾問題にはおそらく解決につながらないだろうってことでねだからそこの本当の解決っていうのは社会を良いものに変えることなんですそれがね。 引き金を引いた人間を一切罪に問,問うべきではないということには必ずしもならないの、ね、それはそれで問うてもいいけど、はい、それで終わってしまって流用を下げるみたいなのはまずいんじゃないのなてとっていうことですねより本質的な、はい、根本的な根源的な問題があるんだという認識を持ったうでただ引き金引いたやつも一定の罪はあるから、まあ、それなりにペイしなさいとペイしろと。 っていうふうになってないと、まあ、毎回毎回被害に引きやつだけしょっぴいてきてっていうことで、いつまで経っても。問題はね、ね,ね、あの、解決しないということですね。うん、まあ、ちょっとこれは、あの、もう最高裁でですね。何度かまた弁論が開かれる可能性もありますので、これから注目していきたいと思います。ただ、まず今のインターネットが、実は。この二百三十、これセクション、トゥ、トゥ、トティって言うんですけどもね。セクション、トゥ、サティに基づいて。 基本的には全くイミューンにしていたと事業者をイミューンにしていただからこれ,までこれだけ発展したんだよだけどおかげでいろんな問題も出てきてるんだよさあどうしましょうっていう局面に来たっていうのは歴史的に結構大きなターニングポイントになりうるかもしれない今の技術ではおそらく線引きは多分難しいだろうっていうのは宮根さ見立てですよね。ということは当面は まあこれでいくけどあまり極端なケースみたいなのがあったらちょこっとやるのかなちち、ね、ちょょょこここっとあのでプラスあとはやっぱり教育がすごい大事す、ねうん、だから要するに本質的な方の問題をやらないでいてあのアルゴリズムの責任を問うみたいなことをやってても解決しない、うん、ということね。うん あのねちょっともう一つだけこれはもうすぐに終わるもう一つだけ宮内さんねも実は今週面白い判決がもう一個だけあったのでちょっとこれだけ簡単に紹介させてください宮内さんにぜひ聞いてほしいんだあのねこれも今週です今週ですねえー、っと実はこういう裁判がもう一個まあ、最高裁忙しいなと思いますけどね実は最高裁で、えー、バイデン大統領が学生ローンの え返済のまあ免除にする大統領令というのを出したことに対してそれがだめだという, <laughs> ダメだというあの訴訟が起きてるんですねでまあこれちょっと学生ローンのえー一部まあ減免措置っていうのはこれえっと去年の8月に出たものなんですけどまあええっいろんな国家予算にもでかいって、ね、そうするとね歳入よりもでかい。 えー、減免するとということなんで,す、ね、でまあこれあの低所得ペルグラントを授給しているっていうのは低所得家庭の人は2万ドルの免除でこれが約600万人それからそれとは別に、まあ、その25万ドル以下の、えー、世帯に対しては1万ドルの免除っていう,いうふうに、まあ、部分免除だったりするんだけどそれをその全部免,部免除するとトータルで4,000万人くらいが対象になっていると。アメリカの人人口3億ちょっとですから万人が 対象になるって大変な4000万人で54兆円のまあ減免措置っていうえだからまあ減免になった残りの部分を払わなきゃいけないんですよでもまあとにかくそれだけの人たちを対象にしたまあ,まあ特性例を出したんですねそれに対してですねまあこれ実はどういう法律に基づいてるって出したかというと実はアメリカにはえーヒーロー法というのがありましてこれはですねえっと ハイアーエデュケーション・リリーフ・オポチュニティーズ・フォース・ステューデント・アクトっていう長い名前なんですけど要するにこれはね911のにまにアメリカが大変なテロとの戦いに入って、まあ、要するに戦争や国家非常事態に際して、えー、まあその就職できないとかいろいろ国の中が混乱しているときに、えー、修正免除または修正する権限を教育長官に与える法律でバイデンさんはそれに基づいて教育長官に 命じてそれをまあ免除させたんですねでね、まあ、ちょっと下はあの今今回無視してくださいとりあえずヒーロー法に基づいて。だけど最高裁で今これが問題になっていて結局何が問題になってるかというと、えー、まずさっきのヒーロー法ねもう一回見てください戦争や国家非常事態に際し、えー、学生への援助要するに奨学金を免除したりそれを直すこあの修正することができるっていうことだったんだけど。 これは、ね、実はあの保守とあのあれでパーティーラインで分かれているケイガーガンさんは,、ね、さんはもうコロナは非常事態だとコロナは非常事態に当たるから疲労効果できると戦争じゃないですけどねこれが見たように戦争や国家非常事態に際しですからねで,でもロバーツさんは、えー、いやいや待てロバーツこれあの長官ですね最高裁の長官 千億ドルさっき言った、まあ、54兆円って出てましたけど5,000億ドルものの学費免除は重要問題法理というまた別の法理があるんですね。改、ねはい、めバイデン政権は議会の承諾を得ないとそれは勝手にはできないとでこれがもう一つアメリカにある重要問題法理といわれるものです。うん、国家的ななな重要な問題を解決しようとする場合は議会から、まあ、明確な えー、承認を受けなくてはならないというのがこの、えー、重要問題法律なんですね。とい、まあのは単的に言うとこれだなだからこれ聞き覚えがあると思うんだけど、うん、国会の承認を得なきゃおかしいだろうって全部閣議制決定閣議決定決定でしょ国葬もそうだけどや、ね、る時に国会のねあれを承認を得なきゃおかしいだろうって話だったけど、まあ、これはちょっとあの内容は違いますけど要するに。 そのヒーロー法に基づいてできるって書いてあるけど金額が大きすぎるとこれねさっき言ったようにこの54兆円だと54兆円ってこれ要するに免除するっていうことは国が払うんですねその、えー、レンダーにその融資っていうかそのローンを出している機関に国が払うその補填するんですね別にあのそのままもうあのあの逃げろって話じゃないんです。だから予算措置が実績に伴うので えー、議会の、えー、同意を得る必要があったけども議会の同意を得ずにやったからこれは、えー、違憲であるとそう、ね、あの一つポイントを言うとねこのケーガンさんねデモクラット系だけどもこの方は重要法案法理に当たらないと言ってるんじゃなくて除外規定であるつまり戦時であるよ戦時のような国家非常事態においては。うん あの本当は重要法案法令はあるのだけれどそれをまあエグゼンプとして行政に決められるようにそういうことですってという話ですよね。そで,でそ,そこにちょっと含められるんじゃないかという話なんだよ、ね、ですだから重要問題法律って常にあるわけですね。常、はい、常ににそそれははねの、ねうん、の上にでも今回のような非常事態は っていうそういうういいいい言方になっているということこですよね慶河、うんまあ、さんの言っているのは、まあ、そういうことだからあの非常事態に当たるから何でもいいって言ってるんじゃなくてもちろん重要,法理法理と重要問題法理というのは認識しているがそれでもコロナは、えー、非常事態に当たるでまあちょっと敬意を言うとねもともとトランプさんがあのコロナが始まってからヒーローズ法に基づいて、えー、その、えっと、返済を猶予する期間というのを かか半年回回伸ばしてもう1回伸ばばししもうたのかなそれで政権交代が起きてバイデンが来てバイデンも確か1回伸ばしたんですねただ問題はこれ去年の8月だった9月だったっけもうコロナが収束しそうだとねそうするともうその国家非常事態にあたるあのヒーロー法ヒーローズ法の適用が難しくなるじゃないですかじゃあここから返済せよっつったら選挙負けますよね。 <laughs> まあ選挙負けますよねだって4,000万人で,すよ 4, 万人でこれ大学生以上っていうことになるわけですから卒業生も含めて全員有権者ですよ。ね、だから結局は特制例でいくしかなかったっていうねあの要するに1回でも猶予しちゃってその間ずっと返済してなかったのにもうコロナ収まったから今日から返済始めろって言って。 はいそうですかって返せる人ってそんな多くない可能性が高いわけですよ。もう金使っちゃったよみたいな話があるんだと思うんですよね。だけどでもこれは僕が言いたいのはそこじゃなくて結局大統領だけでも勝手に決められないほど議会の権限というのがちゃんと尊重されるべきという議論があるじゃあ翻って日本は何だっていうことですよこれは何でも閣議決定で決めるじゃないですか国会がだから僕は思ったんですけどね 日本は議員内閣制ですよ議員内閣制って聞こえはいいですけど議員内閣制どうやったって国会とその行政府は一体化せざるをえないでしょだって国会の多数派を持ってる人がその政府を作ってるんだから三権分立なならないんです、ね、分立っていうのはやっぱり、まあ、それはモンタスキーが言ったからかどうかわからないけどあれですよね大統領制つまり別に別の枠で選ばれるエキゼクティブブランチがないと。 三権にはななならいいいですかななです、うん、ただその場合はね、まあ、内閣がその与党に従属するつまりあの内閣が事実上の,です、ね、あの独立したイニシアチブを持てないって意味だったんだけど安倍政権以降特に第二次安倍政権以降逆の意味になってるんですよねつまり国会が何を議論するしないってことに関係なくいろんなものを内閣が決めていくっていうね。 一極集中とかそういう制度変更をする過程で国会の独自性っていうのを失うようなやっぱ制度変更をしてしまったっていうことですかね。まずそれがあるのと、うん、やっぱり国会議員のクオリティがやっが低すぎて残念だけれどもあの内閣がやろうとしていることについて国会がねディスカッションを通じて評価できるだけの機能が ないでそこに一,個一極集中問題いや少数野党には僕いると思うそういう能力を持つ人がただ一極集中によってあのそれぞれ内閣を支えている与党が本当にダメな議員だらけで,でむしろその与党を支えているダメな議員のディスカッションを経て何の集合値も得られないのであれば首相官邸あるいはそれを支えている内閣官僚たち 官官邸官僚たちのの集合地の方がマシでしょって,言ってもちろん人数少ないから全然大したものじゃないですけどっていうようなことになってるんだと思いますね。うん、まあちょっとね日本も考えるところがあるかなと思ったのでこのヒーローズ法と、まあ、あのまあ日本もローンを抱えてる人も多かったりもするのでそのうち。 なんかこう現面みたいな話が出てくるかもしれないんですけどね,ねやっぱこれもね僕ロバーツ長官の方がいいなと思うのはね何かっていうと事情変更の法理みたいなのを使ってはい、はい、内閣がねヒーローズ法を適用しますみたいなことになっていると例えば本質的にあのもうまあ議論になってるけどアメリカの奨学金制度が抱えている問題がやっぱ放置されるじゃないですかそうなんですよね、うん、そもそもアメリカの学費が ベラボーに高い問題も放置されるわけですよ,な,ですよ、ね、なのでとにかくできるだけ多くの問題は議会で議論してそのいろんなパラメーターを明る,あの明るみに出すっていうことがないとやっぱり社会良くならないですよね。た、うん、だからもう一つあるのはやっぱり山田正弘さんの時に議論した、うん、日本は子どもの大学の学級親が出すのが当たり前なのに対して <laughs> 実は先進国では必ずしもそうじゃないんだよねっていうね。もう 18歳になったらあとは自分でって言ってでも実際アメリカの大学生の多くは、まあ、ボンボンで出してもらってる人もいますよいますけどあのそれこそ夏は3か月丸々働いて場合によっては2つの仕事を掛け持ちで持って貯めてそれでも足りない部分をあの奨学金っていうふうにするのが当たり前っていう意味であの奨学金がないと大学行けない人の数が圧倒的に、まあ、アメリカの方が多いわけですよね。 っていうことも含めてですね、まあちょっとでも日本もこれから多分親が出して、えー、出してもらえない人っていうのは増えてくる、要するにカジルスねもどんどん細ってきてるっていう意味ではね、あのこれからそういう問題も出てくるかもしれないので、まあちょっとそれはえっ、ー、と最高裁今週だけで二つもちょっとそういうことがあったのでね、えー、一応ご紹介を、えー、しておきました。なんか皆さん最後になりますか？同じ十で十はい。まあ本編も結構あれでしょ？ちょっと明るい。 ニュースだった。まあ、明るいと見え,ないかえとですね。<laughs> 昔ね、えー。あの、何をすればいいのかっていうことがよくわかりました。しかし、僕たち日本人。あるいは日本人からなるこの国家、あるいはその政治や行政のシステムで、それはできるかってことでしたね。うん。 まあ今までの最近の例を見るとほとんどことごとくできてない、まあ本当何をやればいいか分かってるのにそれができないあとで,で何でできなかったのかを聞くとあまりにもくだらない理由つまらない理由でそれができなかった場合が多いっていうことを繰り返してきてるのでまあでも何をするのかがやっぱ分かっただけでもまずはシンプルだね、うん、あとはじゃそれをちゃんと実現をすればエネルギー問題は まあ解決するかどうかは別として、もうちょっといい方に向かうんじゃないかというのが今回の本編のお話でした。はい、ぜひ本編の方もご覧いただければと思います。それではじゃこの辺でコメントは失礼します。